皆さん、明けましておめでとうございます。今日は、今年初めての人狼ゲームです。そして、今回は、狐様の立ち絵をお借りしてやっていこうと思います。久しぶりの口パクということで、ワクワクしているウープ主です。メンバーは、おなじみのこの9人です。役職は、長谷崎チャンネルさんのリクエストで、市民2、人狼2、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、呪われし者1です。呪われし者とは、最初は市民と同じ扱いになるが、襲撃されても死なずに次の日から人狼となる。襲撃されるまで本人も自分が呪われし者であることを知らない。占い結果は、襲撃される前は白、襲撃された後は黒と出る。1日目、ウプ主が殺されゲームマスターになった。2日目、話し合いスタート。とりあえず占い師は出てきて。フランしろ。フランはパンダニョン。私は市民だから、マリサは語りだよ。それは、釣ってみないとわからないね。確かにですね。じゃあ釣ってもいいよ、そうすれば私が白ってわかるから。でも、矢のメリットがないり、わざわざしないと言いますけどね。私もそう思います。霊能者は誰なの？あ、私です。じゃあ、アリス指定して。はい、今日はフランを釣りましょう。話し合い終了。投票中、投票結果。小石1票、フラン8票。よって、フランが処刑されます。プンプン。夜楽。3日目、昨夜が無残な姿で見つかった。市民頑張ってください。話し合いスタート。占い霊能結果よろしく。悟りしろ。霊能結果は、フランは黒でした。やっぱりね。じゃあマリサが死んで、霊夢は狂人ニョン。そうだぜ。死んだ分かったのは大きいね。確かに。じゃあ霊夢が白脱出した小石は、囲われているんじゃないの。ああ、バレちゃった。もう諦めるしかないかな。なんかおかしいよ。人狼が諦めるわけないよ。レミリアは、霊夢が小石を黒塗りしようとしてると思ってるんだね。いやあ、人狼あと一人だし、呪われし者も襲撃されてないから。これはもう、負けるパターンでしょう。アリスどうするにょん。レミリアの言うこともわかりますけど、今日は小石を釣ってみましょう。話し合い終了。投票中、投票結果。悟り1票、小石6票。よって、小石が処刑されます。そんな。夜楽。3日目、犠牲者はいませんでした。話し合いスタート。え、これはグッジョブなの、それとも。狩人いるなら出てくるにょん。いないみたいだね。じゃあ、占い結果よろしく。レミリアは白だったぜ。合ってる。というか、狩人がいなくて、犠牲者がいないなら、呪われし者が人狼になったんだぜ。それじゃあ、もう RPP ということに。それはやばいよ。これは勝てるかもしれない。霊夢が、急に生き生きしだして悔しいです。ウプ主投票よろしく。了解。投票中、投票結果。妖夢3票、レミリア3票。同数のためランダムで。レミリアが処刑されます。まさか。夜楽。4日目、アリスが無残な姿で見つかった。残念です。人狼を退治することが、できませんでした。人狼の勝利です。それでは、気になる役職配分はご覧の通りです。そして、2日目の夜、呪われし者の悟りは人狼に襲撃され、次の日に人狼になりました。それでは、ご視聴ありがとうございました。